ワイルさんおはようございます全日本のスケジュールでは公式練習が明日から上がってきますね。うん。え世界全日本え連覇の香りちゃん、昭くん世界え選手たちのえ帰っても楽しみです。YouTube は全世界に発信されるため、 カさんののの YouTube ににもえ視聴者の重要な書き込みの中には、私も含め間違った情報が書いてあるときはえ、指摘やフォローが必要なときがありますね。私の数日前の質問や投稿にも、返信をしてくださる親切な方々もたくさんいらっしゃって感謝しています。フィギュアの話、また楽しいですよね。うん、そう。結構ね、本当ですよね。知らないことだったりね。結構自由に書いていただけると、あの、返信、たくさんの返信が来たりね、しますからね。で、その返信に対しても、返信があったりもしますので、 結構勉強になったりもしますからね。ね僕もね、結構知らないこといっぱいあったりするんですけど、皆さんとにかく情報早いですよ、本当に。うん、昨日もね,あのね、フィギュアスケートその全世界選手権の代表選考のね、あのなんだっけ選考基準の日本スケールンから来ましたが、それもすぐコメントをね、来てですね、早いです皆さん、本当に。うん 風呂敷からかラさんどうもです。こんばんは、かぶくん。私は通っているうちに推しが増えていきたい人です、えー。もちろん、全日本にも行きます。うん、私の本命の多くが、えー、全日本ギリギリなんで一番緊張するのが西日本なんですね。うん、全員応援系でも暑さには差があります。でも、基本1回転しか飛ばない試合でも楽しみます。うんえー、全日本は面白いです。 そして点数がーと疑問に思うならば、第一滑走から見るといいですね。全日本は無名な選手が突然スターになるところで、去年も柿内くんにスタールをしましたよ。時々ゾーンに入る選手がいるんですよ。そうなんですよね。ちなみに、えー、ベスト全日本を選ぶならば、えー、自分は2013年、佐々木昭夫さんです。おお、懐かしいですね。テレビはから分かんない世界だと思うんですね。うん。佐々木昭夫さんは、今大阪で教えてますよね、確かね。うん。 あの佐き木朗男さんに僕の陸上フィギュアの動画褒め,られた褒められたことあるんですよ、僕実は。嬉しくて舞い上がっちゃいましたね。あのね、2000何年かな ?2009 年とかかなあの、なんか、僕の最初の陸上フィギュアの動画褒められて、ちょっと焦りましたね。え、あの朗くんがっていう感じで。で、確か僕と同い年だった気がするな。年が同じだった気がするんですよね。うん。 そうなんですね,でね。このゾーンに入る選手がいるんですよ、本当に。あの、昨年もね、えー、男子でいらっしゃいましたわね。確か一番もう、最後に引退をする子で、名前ちょっと、あ、えっ、ー、とね、まあ、ちょっとね、あの、忘れちゃったんですけどもね。うん。大熊くんかな大熊くん、あ、大熊大将くんかな確か、確かそういうね、選手がいてですね。すごく良かった気がしますよ。うん。 あと最近ね、結構、門脇くんとかもね、結構なんかいい演技をしたりしてるんで、全日本出ますよですかね。うん。本当に新本選手権、本当熱かった。うん。あの、くしたかくんとかも涙してましたね、男子ね。はい、アクアマリンさんどうもです。フランス欧州派遣、欧州制派遣ですよ。モマン、ロリー・シールド、漫画、ケビン・エイモズ、 ルック・エコノミーです。アダム・ショウ・ヒムワだそうですね。この3名です。あ、ケビン君出れますよ。で、ペアが、えー、カミーユ・コバレフコバレフさんですね。えー、そして、えー、オセアナとデニーこの2組ですね。でアイスターンスがルシアとテオ。 マリアとトーマス組。ええっとロパ、ロパブリーですね。ロパブリーが出るということですね。欧州戦は11月8日。ケビンは切り替えて、初メダルを目指してほしいですね。うん。ケビン・エモンス君は意外とメダルを取ってないんですよね。ということなんで、気持ちを切り替え。ちょっとね、あの、ね、ファイナルとフランス大会はよくなかったんで、あの国内選手権ね。なので、ちょっと気持ちを切り替えてほしいですよね。うん。あ、そしてスペインの欧州戦派遣はですね、ウマンがエミリアと ウィミリはムードックさんですね。ペンディングミニマムスというですね。えー、マンが、えー、トーマス。えート、トーマスくんです。あ、サバテくんね、サバテさんですね。そして、アイスタンスがソフィアと、えー、アサフ,センアサフさんですね。うん。この選手はもしかフィンランドが出た選手かな違うかな確かね。あ違う。違うよ。アイスタンスがスマディク、スマディクルですね。僕が見たのはね。えー、ボルカジェニということ。こあ、変わった。 たのかこ,のこの選手、ちょっと分かんないですね、ボルカジは。スペイン選手権は見れなら見れ,てない、えー、見慣れてないけれど、エスマディクが優勝で、えー、ついづるにミスがあったり、いい演技でなかったらしいけどということですね。なぜだ、一体。エスマディクは金1084.94で、TES101.22。で、ボルカジが178.79、TES103.75 ということですね。一体なぜなんだえ、待って、エスマディクじゃないんですね。選ばれた選手って。 スマディック優勝したのに。な、なんでなんで修理な,な感じですね。各国、それぞれ先行方法があるんだけど、えー、ボルカンュの方がシ,シ,、えー、シーズンベースが低くて16で、168.34、え、で、ー、スペインがリバクで増やせるのかなあ、なるほど。ちなみに、スマディックのシーズンベースは180.67ということなんですね。え <laughs> と意味がわかんないですね。えー、ボルカンュの方がシーズンベースが低いんですよね。 スマディックの方が高いのに、一体なんで、<laughs> ちょっとこれ笑ってますね。一体なぜな,なんでしょうかね。しかも、スペイン選手が優勝してるのに。え、スペイン、なんか、え、どういうことなんだっていう感じがね、しますね。うん。ちょっと不思議な感じがしますね。 えっと、マイク・バッテラーさんどうもです。歌舞伎のおはようございます。シニア年齢で、ジュニアへの出場を打診されたら悩むでしょうね。うん。だってさすがにシニアワールドは大乗りする。ハードルも高いけれど、ジュニアワールドなら今の実力ならば、ほぼ確実に大乗りしてタイトルも取れますしね。これ僕なら聞かれたらですね、めっちゃ悩みますよ。うん。確かに。でも待って、ジュニアとシニアって掛け持ちできるの,あの世界選手権って確かね。うん、まあ。 でもね、秒数が減りますけど、確かシ、ショート、えっと、ね、そっか、ショートはだからあれか、トリプルアクセルは女子はできなくなっちゃうんですね。フリーはできるけどもね。あと、フリーはあれか、あのー、ステップシークエンスはなくなるのか。これをシークエンスだけですね,でうね。うん。続きまして、スイス欧州戦派遣。ウマンがキミー・レポンですね。そしてリバーカイ、リバー,ライライバーカイザーですね。カイザーは最初に調子いいのかな結構彼女ね、波があったりする気がするんですよね。面が ルカス・ブリッチリですね。本当にブ、ブリッチリ、ブリッチリですね。アイスタンスが、え、アリアナとルカですね。で、えっ、ー、と、スイス男子には変るけど、該当者いなかったのか、一人乗りの発見ということなんですね。えっ、ー、と、スイスのあの男の子は、あの、面白い感じにらっけな。えっ、ー、と、ねあの選手はいませんね。ナオケ・ドシ君はあれか、ジュニアだからかな。ナオケ・ドシ君ね。ナオケ・ドシ君でいくつだっけ はい。皆様、ま、こんにちは。どうもです。私もわかんないことを皆さんが教えてくださり、えー、楽しく感謝です。カ、え、バ、ー、さんが読まないとこなのに、お、えー、しびなく教えて、えー、詳しく教えてくれるんですよ。あの、嬉しいです。本当に皆さんフィギュアが好きなんだなと心が動かされます。ありがとうございます。うん。えー、気だったらすいませんが、えー、全日本女子は28名だけでエントリーですけど、合計30名で合わせないのですね。という。ああ。 28名なんですね。あれいつも30名だった気がするな。なぜだこれはジュニア女子のあれかな推薦を入れてますよね、もちろんで、ね。調べたんですが、シートも入れて28人。東日本で青森の星、教科書通りと称えられた女子選手や、フリーで調子悪かった選手、もうちょっとだったのに枠はもったいないなということですね。え去年だったか、学校の試験日に慌て,て マリア合わせてきた選手もいましたね。カ、え、ム、ー、さんの質がいいパフォーマンスとおっしゃっていた西草さん,西草さんですね。うん。西草千佳子さんね。えー、本当にどうして私も気に入っている選手ですよ。えー、全日本のカムさんの感想も楽しみです。カム君も楽しみ。ありがとうございます。うん。そう。えー、西草千佳子さんは、もう本当にギリギリで、ギリギリっていうかね、あの、他の大会、東京大会とか、あの、東京夏季だったかなとかね、全部よくなかったんですよ。 あのしかしですよ、この一番大事な東本のあのフリースケーティングでよかった、ね、でショートはミスして順位よくなかったんですよ。でもフリーが本当にいい演技で、びっくりしましたね、本当に。でもこの選手は質がいいんですよ。だからミスがなければ上に行けますけども、これまでミスしてきてもったいなかったんですが、一番のいい、一番の大舞台の、あ一番、あの、 大事な、このいざという大会でいい演技するっていうね、びっくりしましたね。あと、お男子小田垣くんもですよ、小田垣くん。小田垣くんも、この東方はいいっていうね、いや、ほんとね、すごいんですよ、ほんと。このね、小田垣さんとシャイクサさんね、あの、ほんとギリギリ土壇場で。うん。 あ一方の桜子さんがいけないっていうね、悔しさがありましたね。他は良かったのに。うん。田辺桜子さんね、全部良かったんですよ。他は、ぜ他の大会は。だけど、東日本のフリーだけ良くなかったんでしょうねいや。こういうこともあるんですよ、逆に。うん。はい。サリンさん、よろしくお願いいたします。カムさん、こんにちは。えフィンランド・スケレンは欧州のえ代表に。ラ ネダ・ペルコネン選手とエンミテ・ペルトネン選手選びました、うんえー。ペルトネン選手の出場がとっても嬉しいです。えー、ナショナルが、えー、4位だったので、先、あ、行、のー、にびっくりしています。演、う、技、んえー、構成点の高さや、えー、今シーズンのショートで60点でを、えー、記録したことが、えー、評価をされたでしょうか、うん。ペルトネンさんね、うんで、でも最近ペルコネンが調子がいい感じですかね。ペルトネンもね、うん でゆるきねんさんはちょっと今年はちょっと調子が良くないんでお休みということになっちゃいましたね。うん。はい、えー、よろしくお願いいたします。えー、ジャッジの方は無報酬ですかそうなんですよね。これ全ての国が無報酬なのかな本当にね。ちょっといくらももらえない、あの、本当に一銭ももらえないということなんだなんで、ちょっとびっくりはしますよね。うん。